今、上がりを決めた近藤の親番です。難2曲、ドラがローマン。お、親の手配、こちらドラメンツ。これはめちゃくちゃいいんじゃないですか。はい、タンヤも見える、うん、こちらなんちゃの園田。うん、これもいいですね。2メンツ、はい、はい、ドラも使えます。こちら竹内。うーん、ちょっとゴツゴツ。竹内はチートイツっぽい感じですね、うん、こちら平賀ペーチャです。うん、ハッシュですね。通奏からいきます。親の近藤がやはり、そうですね、うん、親の近藤がうん、いいね、めちゃくちゃいいです、うん、はい、あと園田もね、これドラ1個あるし、うん、ね、横に強い形なんで、はい、まあ、このどっちかが今のところリードしてるっていうね、はい、ところですね。ただいま今度は 34,400 点で2着目。親の、トップ目の竹内とは 22,000 ほど離れてますが、うん、これ上がれればぐっと、はい、ちょっと分かんなくなりますね、うん、これは行きそうな、うん、はい、こちらはペーチャの平賀。ぐんぐん伸びますね、近藤の手配が。園田も、はい、近藤も同じぐらいの速度で伸びてきますね、うん、綺麗に横に、はい、あーっと、なんだこれ、これで、これリャン、まあ、サブローピンかリャンソの強い方を決める感じのやつですかね、うん、あ、園田が、これは園田さん、はい、一歩リードしましたね。いいシャンテンになりました。はい、園田は現在 24,900 点持ちの3着目。2回戦はちょっと大きめのラスを引いてしまった園田ですが、はい、まだ、まあ全然、はい、余裕そのものな感じでしたけどね、うん、休憩時間中話した雰囲気だと、はい、私もなんかお話ししてるの見た感じ、うん、にこやかに、にこやかに、はい、お、これはチートイツのイーシャンテンにも取れ、はい、取りますよね、はい、はい、やっぱりね、イーシャンテンは取りますよね、よっぽどメンツでに行けそうな形じゃない限りは、はい、近藤が、うん、今度進まなくなっちゃいましたね、うん、この順目でリャンシャンテンはちょっときついんですよね、うん、ただ園田にもテンパイがまだ入っていない、うん、うん、まあ3万ですね、一応いいシャンテンですもんね、これも、うん、チートイツのいいシャンテンにも一応、はい、あ、すごいの引いた、いいやつ、はい、とうとう、はい、ドラを引いてリーチといきました。園田、あれ、嘘が急にあんこられた、ウッパーソー、はい、パーソーも、パーソーは1、2、3枚、嘘が、あ、1枚ずつですね、2枚ですね、うん、リーチピンフドラドラ、あ、ウーワン引いてるじゃない、それはさすがに行くんじゃないんでしょうかね、はい、行く、うん、これはなんか C1 切るしかない気がしますけど、はい、ダメかな、近藤です、まあ、めちゃくちゃ怖いですけど、C1 は、
ドラマタギ。いやしかも相手に3着目にね一発で打つのは相当罪が重いんですけど、ただ行くしかないな、やっぱし。シーマン行きました、はい、はい、これで近藤もイーシャンテンです。うん、これね、まあ、G1 危ないのは分かるんですけど、はい、他に何切んのっていうのはもうないんですよね。うん、確かにそうだな。いやマジか、この馬もちょっと感じ悪いですけど、まあとは言っても切るしかないと思いますけどね、やっぱし。自身で3万切ってる。うん。一応ね、そうか、G1 切るってもなくはないですけど、まあ打ちますよね、そら。ウーマンも行きました。うん、はい。ただ今度欲しいリャンソーは、リャンソーはまだ山にいるんですね。はい。サブロービン。はい、なんで、うん、まあ、はい、ね、本人はもちろん知る由はないですけど、うん、パーソーの1枚だけ引いてこなきゃ大丈夫ですね。はい、はい、パーピンね、これはもう全然行く理由がないですね。うん、平賀も、平賀さんもおりますね、はい、これは。あ、引いたんじゃない、あ、引いた引いた、親のサブローピンは今度、はい、リーチと行きました。リーチ、タンヤオ、ピンフ、リャンゾ、怖っ、もう今見ました。速度が放送対局の速度じゃなかったですけど一瞬でしたね。うわ、来た、とうとう一発のです。今度これは駆け抜けた、はい、メンタンピン一発つもドラドラドラ裏、はい、これは大きな上がりとなります。6000オール、はい、トップまで駆け抜けましたね。これはとうとう来ましたね、はい、C1 ウーマンを押した、いやーね、ご褒美がもう、ご褒美というか、なんか本人はね全然押したくて押してるんじゃない、はい、とは思うんですけど、これは大きい上がりになりましたね。これでトップ名、はい、トップ名ですよね。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。